よし、この酒場で一杯やるか。まさかあなたがここにいるなんてね。会えて嬉しいわ。おい、お前たち、もしかして二人で来たのか。ああ、このお方がゆっくりと休みたいって言うもんでな、この辺りを旅行することにしたんだよ。だが旅行に対する認識が私らの間でずれてたみたいだ。まだ数えるほどしか山にも登ってないのに、ここで休憩するとか言い出してな。まったく、これだから金持ちってやつは。その言い方傷つくわね。私はあなたのためにわざわざお酒を飲めるような場所を選んであげたのよ。まあ見識の広い船長様からすると、この小さな酒場では物足りないみたいね。し、わかったよ。たく、今回は私のおごりだ。これでいいだろ。北斗のおごり？おいらたちの分もか？だ、そうだった。つい。私はスモールサイズのカバの木をいただけるかしら。酸味を強めでお願い。なら私はラージサイズの夕暮れを頼む。そうね、かつての苦い思い出がよみがえり、今の幸せをかみしめられるような味だわ。ん？無一文から事業を成功させた味か？どんな味だよそれ。甘酸っぱくて余韻のある味よ。ああ、小さな商売で果物を売ってもあんま儲からないことに気づいた時の味か。わざわざ言葉にする必要なんてないのよ。過去のことは過去のこととして、ただ味わえばね。高貴な天珍様が街中で果物を売ってたなんて誰が想像できるだろうな。私が元は漁師だったのと同じくらい信じられない話だろ。そんなことないわ。私から見たら、北斗船長の海を見通すその目も、
波を乗り越えて前へと進むその心も、海に囲まれながら生まれてきた人のものだわ。おいおい、それは私を褒めてんのか？あなたの悪口を言っても何のメリットもないでしょ。まったく、あんたの口がうまいのは知ってたが、今日はもともと私のおごりなんだ。これ以上は何も出ないぞ。そうね。なら、もっといただこうかしら。よし、バーテンダー、もう一杯だ。お、威勢がいいな。じゃあ、私ももう一杯いただくか。モンドのジュースは美味しいわね。毎日飲めたらいいのに。ああ、まさかとは思うが、夕暮れの実の貿易ルートを開拓したいとか言い出さないよな。あら、面白そうね。おい、本気か？冗談よ。夕暮れの実に関する貿易はすでに一定規模で行われているわ。だから私が手を出す必要なんてないの。今日はありがとう。もしのんびりと働ける仕事に就きたくなったら、私の専用バーテンダーになってみるのはどうかしら。それならうちの市長整合に来ないか。みんな酒が好きでな。あんたがもし来てくれたら、思う存分酒を飲んでたらふく肉を食うんだ。絶対に楽しいはずだぜ。北斗船長は私と人材の奪い合いをする気？そんな必要はないわ。旅人の作った飲み物が飲みたくなったら、軍玉閣に来ればいいでしょ。いつの間にかあいつらの中でお前を雇うことは決定してるみたいだな。